はい、整式4っていうことで、まあ、因数分解を軽く見ていきます。で、因数分解って何やねんって言ったら、因数に分解することやねんけど、因数っていうのも知らないよね。で、例えば、こんな風に、x2 乗マイナス x マイナス5、因数分解してって言ったらできるやんな。さすがに高校生になったらできてや。こんな風になるよね。で、この赤い線で引いた一個一個のことを因数って言うねんな。元々の数を因数で表すから因数に分解するから因数分解っていうだけ。OK? で、中学校までに出てくる因数分解の公式っていうのはこんなんやねんけど、一番最初に挙げてるやつを忘れがち。AB プラス AC っていうのを A で、共通因数でくくるっていうねんけど、同じ因数でくくるっていうやつな。まずこれを確認するね。その後に2、3、4の公式やんな。その展開の逆やから、2乗のやつの逆。プラスとマイナスが。で、和と差の積は2乗の差ってやったやん。逆やんな。2乗の差は和と差の積になる。っていうのと、足すやつね。本番ね。OK。で、ちょっとたまにできない人がいるんで、1問だけあげときます。こんな問題の因数分解、ちょっと頭の中で考えてもいいし、手元に置いてる何かに書いてもいい。x2 乗プラス 3xy マイナス 18y の2乗。これ因数分解するとどうなるかなって言ったら、x プラス 6y、x マイナス 3y ってなります。OK?これとこれかけたらこれになるよ。この y とかを忘れる人がいるんですけど、忘れたらあかんで。ただの確認やからできてね。OK? で、今から貼るこれ。たすきがけって言われるやつやねんけど、公式こんなんやねんけど、ACX2 乗で、ま、これ公式は覚えんでいいねん。やり方を覚えてほしい。で、ま、やり方に関しては次の動画、たすきがけの練習問題をいっぱいやっていくんで、それを見て、身につけてほしい。 OK。 で、一問だけ問題出しときます。こういう問題、なんか x2 乗に係数がついてる時っていうのをたすきがけっていうやつを使うって思って、たすきがけってなんかこうクロスにするやつがあるよね。いける？昔の人はよくやって、俺も知らんで、たすきがけたすきがけってねえねんってなってたから大丈夫やで。で、まあどうやってやんねんっていう軽く説明すると、着目しないとダメなの。見ないとダメなのは、x2 乗の係数と、最後の数。OK、ただの数字。見ると、この x2 乗の係数を見ると、これを何かける何で表せれるかなっていうのを考えてほしいの。4っていうのは、まあ、1かける4っていうのと、2かける2があるやんな。で、今回は、まあ、2かける2をちょっと取り上げさせて。2×2 っていうのをちょっと縦に書くんですよ。2×2 やでってこと。OK。で、このマイナス21っていうのは何かける何やねんっていうのを考えてほしい。そしたら、まあ、マイナス 1×21 とか、21×-1 とか、3×-7 とか、マイナス 3×7 とか、いっぱいあるねんけど、そこから今回はマイナス 3×7 だけちょっと取らしてな。何でもいいねんで。それをこうやってクロスします。これがたすきがけの印なんですよ。たすきがけってやったらこんな風になるんですよ。で、これも数学的に×ってきたら掛け算のことやんな。だから掛け算やと思って、どこをどう掛け算すんねん、トゥットゥルトゥルルって進んだ先。2×7 して、それをちょっとここに書こうか。14って。で、2×-3 しようか。そしたら、-6 になるよね。OK。で、まあ矢印書いたりする人も、イコール書いたりする人もおるけど、どっちでもいいです。僕はあんま書かへんけど。で、この -6 と14掛け算して出てきたやつを、足してください。-6 足す14して。そしたら、8になるよね。で、この8っていうのが、ここの係数、x の真ん中の係数と同じになったら、勝ちなんですよ。OK? 勝ちって何やねんって、因数分解できるってこと。で、因数分解するときに、どこを見るねんって言ったら、これ横で見てください。2とマイナス3っていうのを見てください。で、これ x がいるんで、ここに x おるもんやと思って、2x でマイナス3ってそのまま書きます。 OK?
OK。 で次こっち同じように2で x おると思って x でこいつプラス7っていうのを書いてください。これがたすきがけの公式、因数分解したやつです。 OK。 で、ここっていうのがいっぱいパターンありますよね。例えば3とマイナス7、3とマイナス7でもマイナス21にはなるけど、これやったらマイナス14とプラス6ってなって8にはならないんですよ。これマイナス、消してもったマイナス8になるよね。いける？でマイナス8になっちゃうとこことは違うやん、プラスやから、そういうのはダメってこと。まあ慣れてきたら大丈夫やねんけど、その組み合わせを一生懸命見つけるっていうのがたすきがけ。それのコツがちょっと、まあ、問題やっていったら絶対慣れるねん。だってこういう因数分解も最初できへんかったやろ。でも問題解くうちに勝手にできるようになったと思うねんな。もうあなたぐらいやったら。そうやんな。だからこれも一緒にやっていくうちにできるようになります。一応次の動画では言うつもりですけど、僕はあんまこう符号気にせずにやりますね。まあ21マイナスとかついたらいっぱいあるやん。だってこれプラス4で最初に 1×4、 2×2 しかあげんかったけど、マイナス 1×-4 でもいけるねんな。鬱陶しいね、符号絡んできた ら最初は符号絡まずに普通に何かける何でできるかなって考えたらいいわ。それで出したやつで、結局ここがマイナスってことは片方がマイナスにならなあかんでって思っとったらいいです。そうやんな、だって片方マイナスや、ここがマイナスやったらマイナスとプラスを掛け算しないとダメやから。だからどっちかを、ま、この出てきた数字どっちをマイナスにしたら8になるかなって考えたらいいね。明らかにプラスやから、小さい方をマイナスにするって思ったらいいわ。 OK。 だからここがマイナスやねんなっていう逆算でもできる。なんでもいいよ別にな。 OK。 まあ詳しくは次の動画でいっぱい見ていこう。はい、次に、その他の因数分解をちょっと見ていきます。まあ、中学校でも一応やってると思うよ。高校で最初の方にこんなん出てくるからしとこう。 x2乗マイナス y2乗マイナス2y マイナス1、ちょっと工夫すんねんな。 OK。 で、因数分解しろって言われます。で、あ、和藤さんも席のやつできるやんって思った方も多いと思うんですけど、ダメ。こっち見て、 y がいっぱいおるやん。y がいっぱいおるときはまずそっちで因数分解するっていうイメージ持って、でどうすんねんって言ったら、まずちょっとマイナスが鬱陶しいんでマイナスでくくります。そしたら、y の2乗をマイナスプラス 2y プラス1ってなるやんな。 OK。 じゃあここ因数分解できそうじゃない、ここ因数分解しようか。そしたら x の2乗マイナス y プラス1の2乗っていうのになるんは大丈夫なったら、2乗引く2乗やん。これを大きく1個と見んねんで、で文字で置いてもいいけど展開で教えてると思うねんけど、文字で置くのはもう高校生ではやめた方がいいかな、格好悪いから。やってもいいよ別に。 OK。 でもやっぱ自分でステップアップしていった方がいいねんな。いつまでもここの状態でおるよりちょっとチャレンジしてみよう。そしたらできるようになるから、今回もこれ自分でも大きく1個やと思って、そしたら2乗の差やから和と差の積になんねんけど、ちょっと慣れてない人のためにゆっくりやるね。これの2乗、これが2乗になったらこれやから、こうで中身を取り出す。和と差の積やから、差を書くねんけど、これを取り出すからこういう風になんねんな。 OK。 でこれ展開したら x プラス y プラス1と、ここマイナスが両方にかかって x マイナス y マイナス1ってなります。 OK。 はい、じゃあ次の問題、これは、いけるかな。 x2 乗をなんか t とかと置いたりする人もおるけど、何回も言うけど置かずに行こう。 OK。 4乗になってるけど、こことこう、ここってx2 乗を2乗したらこれになってるやろ。そういう時は大丈夫、4、2とかで、これ普通にいつも通りもう2乗と1乗やと思って、因数分解してくれたらいいわ。だからどうやってやんねんって言ったら、ここ普通にやっていくと、その x2 乗な、 x2 乗が今までの x のとこにおるから、今までの x のとこに x2 乗を置くねん。 x2 乗をマイナス9と x2 乗をプラス1やんな。 OK。
そしたら2乗引く2乗になってるやん、これ3の2乗やから、ここがまた因数分解できるよってこと。いける？こんな風にできるよってこと。で、これは2乗足すやからそのまま何もできないよって感じね。オッケー、大丈夫かな。一応ちょっと文字で置いてみようか。苦手な人のために。文字で置くと、その何でもいいけど x2 乗を t と置いたら、これっていうのは t の2乗やろ。で、これがマイナス 8t とマイナス9になってるやん。だこれを解いてるだけな。 OK。 そしたらこれっていうのは、t マイナス9 t プラス1ってなるやろ。だ t って x2 乗やん。これを置かずにやってるっていうことできるようになってな。まあ今回の動画は因数分解をバーって見ました。たすきがけはもっと詳しく見た方がいいと思うんで、慣れが必要なんで練習問題として次たすきがけの動画また出します。こういう問題はひたすらいろいろやっていくうちにできるようになるので、自分の学校でもらった問題集とかネットに転がってる問題とかでもいいんで、いっぱいやりましょう。 OK、 まとめの音です。よかったと思ったら高評価&チャンネル登録してください。バイバーイ、またね。